遠慮よという曲を歌わせていただきたいと思います。この振り付けは花中先生が、振りをつけていただきました。遠慮よっていう曲のなんで遠慮よになったのかっていうのが、自転車の耐久ロードレース霞ヶ浦マラソンで、使われた曲で、振りの途中に自転車を漕いでる振り付けがあるので、そこの可愛い振り付けにもご注目ください。自分が好きなの何度転んだって起き上がってきたから、数えきれない涙の一つ一つに意味があるのだろう。思い出が